新潮カセットブック、三島由紀夫の短編より、サーカス旅の絵本の2編を著者自身の朗読でお届けします。また、 A 面の終わりには晩年のインタビューを収録、 B 面には著者が現代人の死について語った短い語り。外国へちょっと行ってまいりますと、西洋人が自分の作品の抱負とか、自分のこの次の作品の展望とかいうことについてルートを語って飽きないのに、ちょっと感心することがあります。あるいは自分の出版記念会で次の新作の第一章を読んでみせると言って30分ぐらい朗読する。これはなかなか勇敢なる行為でありまして、私どもはなかなか恥ずかしくてできないんでありますが、そこで、こういう妙な恥ずかしさを取らないと小説というものを書いていけないんじゃないかという感想もないではありません。私事のようでありますが、とにかく小説というものの考えは、どうも頭があんまりなくても体力があれば相当のところまでいけるんじゃないかというような考えを持っておりますので、運動に精を出す一方、体力のあるうちに、これからうんと長い小説を書こうと思って今計画しているところです。これはだんだん計画しているうちに長くなっちゃって、実際その通り書けるかどうかわかりませんが、いわゆる世代から世代に移っていくような小説でなくて、なんかそうでなくて長くなる方法がないか、それは長年考えてまいりました。とにかくおじいさんがどうした、おばあさんがどうした、お父さんがどうした、お母さんがどうした、まあその子がどうしたという話ならばいくらでも長くなりうるんでありますが、そうでなくて、世界を、大げさに言えば世界を包摂するような長い小説というものを、体力が十分あるうちに書いてみたい。それが私のこれから書きます小説の非常に原始的なる、起頭であります。そして、まあ体力がだんだんなくなってきましたら、私はやはり歴史小説に夢がありまして、その時書くものも考えているんですが、それはずっと昔から念頭離れない藤原定家の話などを書きたいと思っています。これは将来10年後か20年後に書きたいと思っていますが、藤原定家が19歳の時に、後期成獣は我がことにあらず、つまり赤い旗をかざして敵軍を撃つような勇猛果敢な行為は自分のやることはないんだと、自分は華道に専念して繊細優美なる芸術に一生を捧げるんだという決心をした。それを日記の明月記に書いているんでありますが、私はついぞそういうふうな断念と言いますか、決意と言いますか、そういうものに恵まれなかった人間であります。私は今でも芸術をやることにそこまでの断念というものを持つことができません。ではその断念を持った人間は果たして芸術家として、一生迷わず幸福であったかと、それが定価に対する私の小説家的興味であります。しかしこれはまあ体力がなくなってから書く小説ですから先の話であります。今はもっともっと体力のあった頃に書きましたところの、極初期の短編の、サーカスというのがありますので、それを一遍朗読してみたいと思います。これは15枚ほどの短編でありますので、全然カットしないで始め終わりまで読んでみたいとこう思っております。サーカス。
椅子に持たれて片手には葉巻を食い出し、団長は片手の鞭の先で空に丸や三角や四角を描きながら黙っていた。こんな時は彼の怒っている時である。彼は告白の人と、また残忍の人と言われた。彼の残忍の中を強く生き抜いていく人々を、彼がいかに激しく愛するか知る者は少なかった。彼が死ねといえば、彼の団員は誰でも立ちどころに死ぬのだった。サーカスのテントの高いところでは、赤いドクロを描いた彼の旗がはためいていた。彼は昔、大公安令に派遣された探偵の手下であった。R 人の女官庁の家へ、三人の若い探偵が踏み入った。地雷が爆発して、その三人の若者と女官庁は爆死した。が、女官庁のスカートの切れ端と、一人の若者の帽子とが、一丁ほど離れた、ケシの花畑に見出された。死んだ若者を当時18歳の団長は、先生と呼んでいたものだ。片身の帽子をかぶって、泣く泣く日本へ帰ってきた。優しい心のを持つゆえに、人の冷たい仕打ちにも誠実であろうとする。誠実は錬磨された。ほとんど虚偽と見まごうばかりに。人間の心に投機することによって、彼は富に偉大になった。心の相場師だ。職場団長にふさわしい彼ほどの男は見つかるまい。二ヶ月前、彼は地元の親分に神器を切りに行って夜遅く帰った。自分のテントを開けて入ると、少年と少女が相引きをしていた。団長は物も言わず二人の腕をねじ上げた。顔をよく見た。見覚えはなかったのだ。口笛に答えてピーが現れ、二人を団長から引き取った。どこのドイツだ？団長、大道の中でさ。不敵な奴だ。団長は嬉しそうにあくびをした。ちょっと待て。とピーを引き止めた。少年の手のひらを捉えてつくづく見た。貴様、馬に乗ったことはあるな。へえ。何をやっていた？馬蹄をやっていました。帝国乗馬で。ふん、ふん。おい、ピーコ、アマには巣を三畳飲ませろ。小僧は一日中クレイタン号にくくりつけろ。噛んだクレイタン号を操る者はかつてなかった。昨日は一人の女騎士が首を折った。棚から落ちた陶器の人形のように。日々の興行が跳ねると、腹心のピーは決まって団長のところへ飲みに来た。あの小僧とアマッチョは物になりそうですと彼は告げた。綱渡りの少女が足を踏み外す。あたかも馬の背に立って馬を御しつつその下まで来た少年が、少女の体を抱き留めて舞台を一回りする。大当たりは確実だ。少年のやや品位ある顔立ちのため、彼を王子とあだ名して喝采を得ようとピーは申してた。団長はうなずいて、大きな美しい金貨をピーの手に落とした。半月で二人は舞台へ出た。一月で二人は人気者になった。団体のフランス語学校の小学生たちは興奮して、二人にキャラメルを投げかけた。彼らの小さいポケットの中で溶けていたキャラメルは、少女の髪に果実のようにぶら下がった。そのため髪は獅子のように重たく、アマゾンの女兵のような竹々しい美しさを加えた。団長は二人をこよなく心に愛していた。しかし、新参者として与えられる奇跡感を色めさせることはなかった。その石棺が激しければ激しいほど、彼らの生き方には、サーカスの人らしい危機と、その日暮らしと、自分や時期の見事な陰影が備わるであろうと思われた。観客への挨拶を済ませて退場すると、団長は幕の陰から舞台を見ているのを常とした。タバコの煙と一息れで、場内は金色のもやに閉ざされていた。数千の観衆は荘厳に見えた。すべての上に汚れた暗い広大な空間があった。そこはサーカスの人々の宇宙であり、彼らはその空間のどこにでも即座に身をもってきらめく星座をかけるのだった。テントから入る風のためにその空間ははためき黒黒と膨らみ誘導していた。深海魚のように銀紙と色ぶり気で装った男女が時々この空間高く訪れた。その時深海のおぼろげな群衆からは人の耳に痛ましい歓喜のどよめきが昇ってきた。この高い場所では、奇跡は不思議な節度と霊情をもって行われた。
装った半裸の男や女は一瞬神のように美しくもつれ合った。そうした後には暗い長いブランコがその高みのよどんだ時間を怠惰に運びながら揺れていた。いつまでも。テントの最も高いところにある破れから海が見えるはずだが見たものはなかった。見たものはなかったが月の夜は海の表がサバのように青く光ると言われた。その破れから月影は時折差し入った。日曜の夜光明の折など高く飛来した女のメリアスの胸元はほのかに白くすくのであった。楽隊が急に甲高いラッパの音を立てた。今や少年少女は舞台へ出た。少女は華やかな縫い取りのあるシャのスカートを何枚も重ねていた。素足の先には銀色の靴が危険な美しさを持ってきらめき続けた。少年は王子の装いをし、星形の小鏡を散りばめた紫ビロードのマントを羽織っていた。甲冑と見せた銀紙の軽装に、胸には紋章の日の入りを示していた。二人は手をつないで走り出ると、ミームの身振りで可愛らしく挨拶した。観客は気違いじみたおえつを上げて喝采した。観客たちの瞳が人間の優しさの涙で濡れているのを団長は見た。Pは木と黒の横縞のジャケツの肩をそびやかして、得意そうに団長の背中をつついた。団長は答えなかった。彼はまたお客とそっくりの放心した表情を浮かべ、口を半ば開けていたからだ。彼の瞳は人間が人間を見るときの優しさで潤んでいた。二人の出奔を聞いたとき、団長の心は悲しみの矢にのぶかくいられた。心ひそかに彼が願った光景、いつかあの綱渡りの綱が切れ、少女は床に転落し、捕らえ損ねた少年は落馬してクレーター号の蹄にかけられる有様。団長の次第な愛が描いていた幻影は叶えられなかった。団長は椅子にもたれて、不幸や運命や愛について考えた。彼の唇は怒りに震えてきた。彼は葉巻を捨てた。無知も捨てた。彼がテントを出ると均等風の月が、荒涼たる空き地と散在する芥の山と、暗いテントの集落の間から登ってきた。獅子の高ぶった方向が、夜空に上がる松明のようにしんしんと響き、東には港の海が、月を浴びた濃密な照り返しを星空へと投げかけていた。サーカスの大テントは、とどろく夜に満ち溢れて傾斜しているように見えた。すると、門を通って三人の人影が団長の方へ歩いてきた。真ん中の背の高い男は P だった。彼は両腕に少年と少女の手をしっかりと逃げないようにして歩いていた。駆け落ち者を踏んづかまえてきましたよ。ご苦労だった。ご苦労だった。こいつは港のそばの基地宿で、宿賃の催促に値を上げていたんでさ。どこをずらかろうにも汽車賃一つ持っていないのを、あっしはこの目でちゃんと睨んでおいたんでさ。ご苦労だった。ご苦労だった。団長は、言おうようない憎しみの眼差しでこの面相の裏切り者を、卑怯者を、日向の海のような怠惰な幸福に憧れた脱走者の顔を覗き込んだ。しかし彼は上目遣いの卑屈な表情をそこに見出さなかった。その代わりに彼は見出した。紛れもないルザンの王子の面影を。方便にの後なる頬。荒れた唇。枯れ草のような髪、触れたののような色あせたネクタイが、不思議に沈静な美しい額を際立たせた。彼の目は団長のかつて知らない。それもそのはず、サーカスの団長は逃亡することなどできはしない。様々な逃亡の記憶に輝いていた。逃亡というものが、未知のいかにも高貴な声のように団長には思われる。妬ましさから陰鬱な小声になった。今度だから勘弁してやろう。しかし今度逃げようとしたら命はないものと思え。ピーコ、こいつらには罰に7つ8つ無知を食らわしてやれ。あ、それからピーコ、話があるから後で俺のテントにやってきてくれ。たった2日の休演でまた人気者は舞台に出た。サーカスは大入りだった。テントを支える12本の大鉄柱がぐらぐら帆柱のように揺れ始めたほど。彼らは冥府から訪れた群衆のように身白にすらしなかった。声一つ立てなかった。しかし一つの演技が終わると、呪縛が解けたようにざわめき立った。
王子と少女はいつもの通りミームの身振りで挨拶して左右に分かれた。少女は縄橋号を登っていった。少年はクレータ号に飛び乗った。クレータ号が炎のように生きり立っているのを人々は認めた。そのために今日の曲芸に常に勝る活気が加わるだろうと期待した。事件というものは見事な秩序を持っているものである。日常生活よりもはるかに見事な。クレータ号の教本にも人々はそういう秩序のある強度の現れをしか見なかった。少女が綱を渡り始めた。綱の真下に来て、少年はいつものように馬の背に立ったまま突然手綱を引いて馬を止めた。その時クレータ号は荒の肩を向いていた。出し抜けに手綱を引かれて縦髪を逆立てた。荒々しい息吹と共に踊り上がった。その一瞬の後ろ足で立った本場の姿勢に、人々は運命の周りに必ずあるあの装飾的な華麗な静けさを見出した。それはどんな賛美な事件をも見守っている鏡の周辺に、巧みな工人の手で飾られた古いベニスのレリーフのような静けさだ。王子は砂の上に横たわっていた。頸骨を折って。楽隊が突然止んだ。観客は総立ちになって舞台へなだれ込んだ。誰一人見ていなかった。大テントの高みの揺れている綱の上の綱渡りの少女。彼女は知っていた。彼女はこの暗い星一つないボロボロの天空からタバコの一息らのもやを透かして全ての世紀を克明に眺めていた。眺めていたというより知っていたという方が正確だ。下を見たら最後、彼女は足を踏み外さないわけにはいかなかったから。彼女の小さな銀の靴の危険なきらめきが、あとわずか振幅を増せばよかった。彼女は楽々とこの危険な作業から逃れられるはずであった。彼女は少年の体の上に折り重なって落ちかかるはずであった。しかし少女は短いシャのスカートを微妙に震わせながら、なおしばしこの苦しい生の均衡に耐えていた。彼女はとうとう渡り終わった。しかもそれは初めて渡り終わられた綱渡りであった。叫びや押し合っている群衆は、彼女のこの最初の見事な完成された曲には見ていはしなかった。ただ団長一人が幕の陰から、彼を団長と気づかない人の本流に小づかれながら、少女の完全無欠な綱渡りをまじまじと見上げていたのだ。少女は綱の一端の足場に立って、今渡ってきた綱が、暗い動揺を持って揺れやまないのを見た。その時、下方の群衆が作っている輪の真ん中に、少年の胸の見慣れた火の百合が、一瞬眩しくきらめいて彼女の目を射た。少女は足場から、小さな銀の片足を、ちょうどプールへ入るときそうするように、この暗いどよめいている空間へ差し出した。それからその足に、揃えようとするかのように、もう片足を。何も知らない群衆の頭上に一つの大きな花束が落ちてきた。サーカス全体が祭りのような悲劇的な興奮の中にあった一夜が明けると、ピーは下りような顔をして団長のテントを訪れた。団長は顔を洗っているところだった。ピーはその濡れている耳に口を押し付けて早口に言った。警察の方はうまくごまかしましたね。王子の靴の裏へ油を塗っておいたことと、クレータ号に興奮剤を注射しておいたことと。団長は上機嫌を隠せない苦い顔で、P の手のひらが支えきれないほどの金貨を袋から落としてやった。空になった袋を叩きながら、貴様は全く見下げ果てたやつだ。こんな立派な仕事をしておいて金をもらって、その仕事を卑しいものにしてしまうのだからな。P は卑屈な笑い方をした。そんな卑屈な笑い方に対して、団長がまだ見たこともない苦渋に満ちた共感の表情を浮かべたのをピーは気づかなかった。ともあれサーカスは終わったんだ、と団長は言ったのだ。俺もサーカスから逃げ出すことができるんだ。王子が死んでしまった今では。その時テントの外に蹄の音が聞こえてきた。ピーが窓を開けた。朝の光の中を一頭のシマウマが荷車を引いて通る。荷車には粗末な棺が二つ積まれ、王子と少女の名が武細工に書かれてあった。その後からゾロゾロと女猛獣使いやピエロやブランコ乗りの行列が続いた。団長はポケットにすっと手を入れて
細い黒いリボンで祝えたスミレの花束を取り出すと、かつて熱狂した小学生たちが少女の髪にあの溶けたキャラメルを投げつけたように、手で勢いをつけて、それを二人の棺の上へ放った。旅の絵本。中南米、北米、ヨーロッパのスペインなどの気候文を絵画的に書いたものをそれぞれ小さい章にまとめたものであります。フラメンコの白いモッソ、スペインマドリッドのナイトクラブザンブラ。このフラメンコは史跡の間に踊りの手振り足拍子を七彩に見ることができて面白い。半円の舞台の奥には大きなスペインの扇が飾られている。この大きすぎる扇はいかにも凶慢だ。それと同様に現れたソロの踊り手のかなり豊島の剣のある目つき顔つきも、その白クジャクのような白いレースのモッソを引いた衣装も、いたけだかに胸を反らした姿もいかにも凶慢だ。私はフラメンコの最も美しい瞬間を発見した。それはこの踊り子が高く掲げた手を叩き、指を鳴らしつつ、胸を反らして足拍子高らかに観客に向かって進んでき、さて舞台花でそのまま徐々に身を巡らして後ろ向きになっていく動きのその瞬間である。水槽の中の熱帯魚も尾びれをひらめかし鱗をきらめかせて方向転換をするときの美しさは格別であるが、フラメンコの踊り子はそれに似ている。泡立つ白いレースのモッソは舞台の床の上をちょうど屈折する速さのようにたぎって引きずられて行き、緊張した踊り家の背筋は美しいうなじを支え、相打つ手は鋭く歯のように中空を刺し、今この足拍子の律動に貫かれた優雅なしかし強い肉体は我々の前から舞台の奥へ向かって立ち去っていく。この劇端に似た踊りはこうして我々から立ち去っていく。もちろん音楽もこうして立ち去っていくが、音楽は決してあらわに背中を見せて立ち去りはしない。しかしフラメンコの踊り子は、その長く白く弾いたモッソを見せて、音楽よりも確実に、飛び去る鳥影よりも克明に、こうしてマドリッドの一角にいて、またここを訪れるとも知れぬ旅人の私の時間を、踏み鳴らす足拍子と共に運び去っていくのである。ハゲタカの影。熱帯と死の情緒とは、私のいつに変わらぬ主題であるけれど、どうしてこの二つが緊密に私の中で結びついてしまったのかわからない。ハイチで病んでいた時も、メキシコのユカタン半島で病んでいた時も、私を絶えずこの二つのものの結びつきが満ちていた。ユカタン平原の密林のただ中にそびえ立つマヤ廃墟を訪れて、トルテックの死の神殿、ツオムパントリが、押さえつけるような凄まじい夏の日光の下に草むしているのを見たとき、私はこのような夏の盛りにこれを見たことに喜びを感じた。その神殿の基部は、死と病とハゲタカの浮き彫りに囲まれていた。手にした矢も重たげに病気にやつれ果てた戦士の浮き彫り。痩せ衰えて瞑目した自分の首を片手に下げた戦士の浮き彫り。これら死と病と荒廃の記念碑は、盛んな草生きれの中に白く浮かんでいた。ここには何か非常に私に親しい思想が隠れていると私は感じた。熱帯における死がどんなものであるか私にはおぼろげにわかるような気がする。元気な時、ハイチの主婦、ポルトープランスの風光は私を喜ばせていた。しかし一度病んで身を動かすのも物浮くなると、リビエラホテルのあらゆる類の熱帯植物が繁茂している
庭の眺めに嘔吐を催した。それらは巨大な生々しい光沢を放った葉や花で、ちょうど我々の菜園の草や野菜を拡大鏡で十数倍にして眺めたような悪夢的な規模を持ってぎっしり茂っていた。照り輝く異様な広い葉の下を緑色のトカゲが時々走った。プールのほとりでは放し飼いの巨大なオウムが散乱たる翼を広げて醜いかすれた声で鳴き交わしていた。その時私はこれら植物や動物の盛んないやらしい自然の生命力に圧倒されかかっている自分を感じた。もし私がそこで死ぬとしても、死ぬ時も多分同じことに違いない。それは死に押し倒されると感じることではなくて、無意味な過度のいやらしい生命力に押し倒されると感じることに違いない。北方の崇高な瞑想的な神々とはこと変わり、これら熱帯の国々を支配するいやらしい神々に。そうだ、マヤの死の神は絶えず飢えていて、ガツガツと餌を求めている。ここでは人が死ぬということは、自然が自然に食われ、生命が生命に食われることであり、たとえ自然死であっても、それは何か蝶が雲に食われるのと似ている。こうして半ば文明生活に守られていながら、どこかに自分を打ち倒すいやらしい生々しい生命の存在を予感しているのは私だけだろうか。いや、私だけではない。コミュニストたちは革命の名のもとに、砂塵を上げて攻め寄せてくるより強大な生命を描いてみせながら、思う存分、今なお衰えぬこうした伝来的恐怖を利用する。メキシコの左翼作家リベラが描く、威嚇するような労働者軍は、人間的規模を超えて、熱帯の悪どい圧倒的自然に近づいている。しかし自分の内側の性を信じ、それにかけ、それと共に生き、あるいはそれから巨大な抽象的体系を抽出して、それにすがって生きるといった、北方の閉鎖的な生き方に比べて、いつも内在的な性を忘れるか黙殺するかしながら、外在的な性を予感して生きるということは衰退だろうか。そうだとすれば、熱帯そのものが大きな衰退なのであろうか。そうではない。熱帯の人々の生き方には、その外在的なより強力な性の模倣が潜んでいる。我々は巨大なテラテラと光った植物や、オウムやヒョウの生命を模倣しようとする。それに参画しようとする。これが生きるということであり、これが不可能になったときそれは死であり、模倣の代わりに食べられ同化されてしまうことなのである。チチェンニッツァのマヤランドロッジホテルの2階の中楼から、私はうっそうと茂った熱帯樹の葉村の陰に、薄紫の寄生蘭が花咲いているのを見た。と、突然、その蘭の花弁をかすめて、数羽のたけたけしい葉音が起こり、黒い影が目の前をかき乱して立った。それはハゲタカだった。死はこんな白昼に、こんなにも人々の食卓や寝室に近く、力強く羽ばたいていた。その影は午後の酒を置いたテーブルクロースの上をも陰らした。それは不吉な黒い姿をしてはいるが、やはり強大な生命の一種に他ならないのだ。他者としての生命、自我に関わらない生命、こういうものの考え方は西欧人をゾッとさせる。それは容易に生命と死の同一死に導くからである。そしてこういう考え方は必ずどこかで太陽崇拝に結びついている。身を突き刺す流浪たるラッパの音のように絶えず鳴り響いている熱帯の日光。空気は幾畳もの亀裂を生じてよどみ、ヤシやカエンジはめくるめく海の背景に増眼されてみじろぎもしない。ドミニカの主婦、シューダード・トルヒーヨの色濃い木陰のベンチに腰を下ろして、焼けたたれて枯れた葉を地へ垂らしたココヤシのこのまこのまに、
輝くカリブ海を眺めていたとき、私の考えていたのもそのことだった。北米ミシシッピー州ナッチェス。君はアメリカのショート界の夜を知っているか。私が夕食後ホテルを出て、向こうの辻にまばゆい電飾を掲げている小さな映画館へ行こうとすると、まだ8時半だというのに、明るい月光のもと、街はすっかり人通りが絶えていた。活発な小さなネオンがあちこちの軒先に、誰に見せるでもなく輝いて動いていた。静まり返った路傍に新幹と続いているパークされた車の列。口を半ば開けている大きな銀色のゴミ箱。ふと見ると、傍らの火を消したショーウィンドウの中には、おびただしいナイフが、刃の表の反射を闇に浮かべている。そしてその暗い窓ガラスに、筋向かいの薬屋のネオンが映っている。家はどれも2階建てで、積み木の家のような風情をしていて、とある壁には、今は9月だというのに、5月に来たサーカスの広告が残っている。これは低い街並みの彼方、古ぼけた教会の先頭が、月ばかりで何もない、ひっそりかんとした夜空にそそり立っている。聞きたまえ、街いっぱいの虫の音を、街のコンクリートの亀裂の一つ一つから、染み出るような虫の音を。街はまるで人の住んでいない大きな虫かごのようだ。もちろんまだ起きている人たちはいる。それが証拠に深いため息のような音が近づいてきて、ペーブメントを滑る自動車の音だと知るときには、すでに室内灯を消した車は、私の前を過ぎて次の街角に消えてしまう。おびただしい虫の巣だけが私を誘惑する。映画を見ようか、それとも月夜のミシシッピー川を見に行こうか。結局私は映画に行く。すぐ向こうの空の下には静かな草林をはべらせて、月に照り輝いたミシシッピー川が流れているのは見ないでもわかっているのだから。結局映画から帰って寝る前に、イオラホテルの7階の廊下の非常階段の影が月を遮っている窓越しに、私はなお月に輝いているミシシッピーを見たのである。三島文学のですね、はい、美というものについてどうでしょうか。これも難しい質問ですが、僕は美っていうものを、美ってことしきりに言ってた時代はもうこのなくなった。僕は最近10年ぐらいあんまり美って言わなくなったんですよ。まあ美ガーガー言わなくなった。そしてその時だんだん僕が美って言ってたものの意味は何を意味したかってことが自分でだんだん分かってきましたね。でそれは分からないで美って言ってた時には世間ではですね、いい歳して美だなんてね、それは何の問題だって言ってた。だけど僕は、言わなくなってから、美というものが一つの力なんだってことがですね、だんだん分かってきた。それはたわめられた力ですね。形の中にたわめられた強い力ですね。その力は、美っていうものはただ、役に立たないものじゃなくて、非常な効果を発揮する。ある場合には水爆みたいな効果を発揮するんじゃないか、ということを考える。だ美が何だっておっしゃられてもちょっとそれ言いにくいです。走って転移すれば、形の中にたわめられた力というもんですね。で、形がなきゃ美じゃない。力がなきゃ美じゃないです。それでは愛というものについてはどうですか。愛って僕は言葉嫌いなんですよ。例えば、祖国愛という愛国心という、僕はいつも愛という言葉に引っかかる。でこれはどうしてもキリスト教概念でね、日本には愛なんてあれはしないんです。恋しかないですね。で恋っていうのはですね、愛と違って、人間のこの、エロスな働きがですね、何にでも転化するっていう、まあ、恋ですね。ですから愛は、ギリシャで言いますとですね、エロスとアガペーのアガペーに近いですね。精神肉体のないものが
西洋でいう愛ですし、人類愛といい、祖国愛といい、愛国心という場合の愛は、そのアガペの、西洋的な意味のアガペを意味している。だけど僕は日本の恋っていうのはエロースの方に近い概念で、そのエロースとしての恋というものがですね、そういうものに密着した、ものしかですね、肉体のない愛なんてものは僕は認めないんですよ。だもし祖国愛なり、愛国心なりってものがあれば、あるいは人類愛ってものがあれば、肉体喪失概念の愛に寄りかかってるというふうに僕は思う。恋でたくさんじゃないですか。なるほどね、そうするとですね、はい、三島文学の観におけるその観の美の追求っていうのはどうでしょうね。ですから僕は観の美って言いますか、観の的なものがメタフィジックスの基礎になければ、それはもうちょっとプラトンの説に近くなりますが、意味をなさないっていう考えですね。で、そういうものがだんだん高まっていかなきゃ意味をなさない。ですから芸術というものは、芸術から官能性を差し引いたら何も残らない。それでいいんだと思うんです。音楽もそうだと思いますね。それの上に構造があり、まあ構成がありですね、大きな建築的な、ものがそれに被さってきてるわけですね。でも根本は官能であってですね、先生が例えば剣道とかボディビルやる理由ってものはどういうところに。うん。それはどうですか、その、今の質問は、あなたは言わなくてもいいんですか。はい。はい。それはですね、はじめは実に簡単な理由でね、昔体に自信がなかったですから、それで、しかもですね、体に自信のないやつが、体が大切だってことを書いてるんじゃね。それは原稿不一致だし、永遠のですね、まあ、よその花は赤いっていうことと同じになっちゃうんですね。僕は文学ってそういうもんじゃないっていうふうに思い出したし、自分もやれるもんならやってみようと思って。そして、もっと、つまらん理由は、昔はもう締め切りのために胃が痛くて困ったんですよね。こんなことしてたら30で胃潰瘍になるだろうと思って、なんか模索しておりましてね、それでボディービルの運動が始まって、僕はもう最初からあれに参加したわけですがね、やってみるとね、胃がもう1年で治っちゃったんですよ。それ以来もう、10年間胃なんて苦しんだことはないですね。それで自信を得て、もっと動きのあるもの、プラトンも早いものは遅いものに美しいって言ってる。プラトンはいつも動きっていうことを考えてますよね。ですから形だけでなくて、それに動き、力の要素を入れていきたい。それでボクシングやってみたんですが、ボクシングはやるのが遅すぎてとても年が無理でした。それから剣道なんか非常に動きの早いもんでやりだした。やってるうちにだんだん自信がついてくる。もう人が笑ってもですね、そのうちだんだん自信がついてきてしまう。そうすると自分の世界観がですね、そこで今度、こっち側から見てたものが向こう側から見るような目が出てくる。それは自分にとって非常に収穫だと思ってます。最近のですね、その若い人たち、そのモッズルックだとかね、なんとか体のルックですか、なんかいろいろやってます。まあああいう人たちはどういうふうに考えますか。モズルクは僕はもう世間で流行る3年も前から自分でやってるんでね。それで、今更驚かない。あの帽子なんかね、僕はああいう帽子、ちょっと違うんだけども、ああいう帽子が雨の時被るのにね、どこの帽子屋さん頼んでもできない。それから、藤波小道具に頼んで作ってもらってね、初め被っててみんな笑うからね、なかなか被れなくて、最近はね、雨の時はもう平気で被ってモズだって言ってるくらいで。何でも流行が僕よりも3年ぐらい遅く来るんです。流行してる頃にはだんだんもう嫌になっちゃいますから。もうやらなくなっちゃう。まあ最近の若い人たちって、どうでしょうね、その、ご自分の、まあ、青春っていうか青年期と比べてですね、非常に自由ですよね。でもね、僕は前はそう思ってました。前はね、僕は大学時代には、喫茶店一つなくてですね、それで、遊ぼうにも遊べず、どうしようもなかった時代です。まあ戦争直後ですからね。戦争の終わりに、こう、橋がかかってたですからね。ですがね、同時になんか、文学には一生懸命やる暇もありましたし、情熱も持てた。で、今の青年見てると、もう何不自由ないようですが、情熱が持てないんですね。そうするとね、青春っていうのは、どんな時代にも理想的な青春がないんだなと。
今の人たちがかわいそうで僕たちが幸福だったわけでもなければ、僕たちが不幸で彼らだけが幸福なわけでもないんだな、そういうことを最近非常に感じるようになりました。リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、いうようなことをどっかで書いていたように記憶しますが、今現代の死は病気にしろ、あるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。それにつけて思い出しますのは、18世紀頃に書かれたハガクレという本で、武士道とは死ぬことと見つけたりというんで有名になった本ですが、この時代もやっぱり今と似ていた。でもう戦国の夢は覚めて、武士は普段から 武道の鍛錬をいたしますが、なかなかなまらかなことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。でその中で、汚職もあれば斜陽族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいなのも侍の間に出てきた時代でした。その中でハガクレの著者は、いつでもその武士というものは一致か八致かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくと説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということをコロナ禍で描きながら生きていった。しかし今の我々は死を描きながら生きているのかどうか、それさえ疑問であります。で私の死との一番親しかった時代は戦争中で、戦争が済んだ時20歳だったので、10代の私どもは、いつ死ぬか、いつどうやって死ぬかということだけしか頭の中にない、そういう中で、20代まで行ったのでありますが、こと私自分に帰って考えてみますと、死を、いつか来るんだと、それも決して遠くない将来に来るんだというふうに考えていた時の心理状態は今に比べて幸福だったんです。そういうことを考えて、死というものはじゃあお前恐れないのか、それは私は病気になれば死を恐れます、それから癌になるのも一番嫌で考えたに恐ろしい、それだけになんか、もっと名誉のある、もっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも、結局ハガクレの著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で、死ぬことになるだろうと思います。Thank you.